うまく眠れなくて、目をつぶるといろいろ考えちゃうから。志保、全国大会もうすぐだから考えちゃうんだ、私なんかがスタメンなんて。大丈夫、自信持って、実力が認められてんだって。志保が誰よりも頑張ってるからじゃん。うん、私バレーしかできないから。それより怪我大丈夫？すごい腫れてたけど。うん、このくらい、大会前だし。鈴井、悪い、話してるとこ。その鴨志田先生が呼んでる。何のよう？さあ。私大丈夫だって。きっとスタメンのミーティングとかじゃない？そうだね。じゃあ私行かなきゃ。頑張って。頑張れ、しよう。ようこそベルベットルームへ。今宵はいつぞやの話の続きをと思ってな、呼び出させてもらった。どうだ、この場所には慣れてきたかね。ほう、それは結構。さすがに肝が据わっていると見える。お前の構成は、ひいては滅びの運命を退けるため、そのようなこと一人の力ではならぬ。だが今日お前は同じ力に目覚めた隣人と協力の約束をしたな。他者と関わろうとすることは公正にとって重要な足がかり、大いに結構だ。だが慣れ合って共になれと進めているのではない。生々な友情などではない。磨きや心情によってお前に力を貸さぬとする者たちの輪、言うなれば居場所を奪われた者どもとの絆だな。その広がりがひいてはお前自身をも育むことになろう。ペルソナは心の力。あなたを取り囲む絆が強くなれば、それだけペルソナも力を得るでしょう。町には非力な貴様にはない才覚を持った者が数多くいる。せいぜい知恵を絞って味方につけるがいい。我々がそれを力に変えてやる。私ですらも利用する心構えでなければお前の大願は果たされない。契約成立だな。
我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、愚者のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。まあ時が経てばおのずと飲み込めよう。引き続き構成に励むがいい。さあ話は終わりだ。とっとと下がれ囚人。さすが鴨志田先生。よし、もう一本行くぞ。ここです。あ、ナイスです。そう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 、オッケーです。浮いてんな、相変わらず。うわつまんねえなあ。あの野郎、現実の学校でも王様気取りってわけだ。何が親睦だ。てめえが目立つためのワンマンショーじゃねえか。三島のこと心配するふりしやがって。体罰上等のクソ教師が。まあいい、今のうちに昨日奴隷になってたやつら探しに行こう。城で見た顔を探すぞ。今日はバレー部全員来てるはずだ。絶対体罰の証人見つけてやる。待ってろよあのクソ教師。パッと思いついたの D 組のやつだから、 D 組から言っとくか。お前のクラスな、すんなり聞けるといいけどな。俺なんか避けられてるし。つってもお前も同じか。話あんだけど。坂本、お前まで。話するだけだよ。鴨志田から指導されてんだって。体罰じゃなくてか。違いますよ。なんで敬語だよ。まあいいけど。今日もぶつけられてたよな、顔面に。
れは俺が下手なだけで。にしたってあざ多すぎんだろう。練習なんだよ。口止めされてんのか。それは何をしているんだ三島。部活の時間だろ。今日はちょっと具合が悪くて。だったらやめるか。練習以外じゃ下手くそは治らないぞ。具合が悪いって言ってんだろ。練習来るのか来ないのか。行きます。何か問題を起こせばお前今度こそ学校にいられなくなるぞ。くそ。お前もだ。おとなしくしてろと校長先生がおっしゃっていたんじゃないのか。うん、練習の邪魔はしないでもらいたいんだ。良くない噂が広まってて生徒も不安がってるしな。そりゃてめえのせいだろ。うん、話にならないな。行くぞ三島。囚人学園は志のある生徒が学ぶ場所。ふさわしくない生徒に居場所があると思うなよ。ぼさっとしてんな。はい。見てろよ。無駄だから。あ？体罰の証明なんて意味ないんだよ。みんな知ってんのさ。校長も親も知ってても黙認してるんだ。嘘だろ。迷惑だ。こっちの気も知らないで。君にだってわかるだろう。くそ。他の奴らをもう一度説得してみる。それしか手がねえし。部活、まだ行かなくて平気？うん。目の上の、また練習で？うん。無理してないの？うん。私、バレエしかできないから。
てなくて平気？多分バイトかなんかだと思う。私そろそろ行かなきゃ。志保平気？そのじゃあまた。今の高牧じゃね？ああ、鴨志田と付き合ってるって噂の。それ本当な？一緒に車に乗ってたらしいぜ。なんか高牧ってさ、軽そうじゃね？俺でも行けるかな？鴨志田の女はまずいっしょ。何？ごめん、邪魔だよね。え？うん、まあね。見ない顔だね。もしかして D 組の転入生？あの、余計なお世話かもしれないけど、噂気にしない方がいいよ。うん、絶対そう。私の親友もね、見た目だけでいろいろ誤解されてる子でね。あ、ごめん、いきなりベラベラと。私そろそろ部活だから、またね。くそ、どうなってやがんだ。そう見えるか？どいつもこいつも三島みてえなこと言いやがって。絶対鴨志田になんか言われてんだ。こうなりゃ野郎に直談判するしかねえかな。んなの分かってっけどよ、マジなんとかなんねえのか。こんなんで泣き寝入りなんてごめんだぜ。なんか思いつかねえ？それ城のことまで話せってか？絶対信じてもらえねえよ。他になんかねえの？バレねえようにできりゃいいけどよ。もしバレたらマジ終わりだろ。他になんかねえかよ。どうするよ。城主ってあっちの鴨志田か？その発想はなかったけど、それ意味あ？やっと見つけたぞ。なんか言ったか？我が輩に仕事させておいてただで逃げようなんて思うなよ。その声、モルガナ！こないだは勝手に帰りやがって。猫が喋ってる！猫じゃねえ。こっちに来たらこうなったんだ。見つけんのに苦労したぜ。お前こっち来れんのかよ。まさかスマホ持ち？我が輩くらいになると自力さ。抜け道かなり迷ったけどな。なんで猫で喋れんだよ。知るか。
お前も聞こえてっか？ボケねえでいいから。お前ら手こずってるみたいだな。証人がなんとかって言ってたやつ。うるせえんだよ。鴨志田をなんとかする方法教えてやらんでもないけどね。さっきお前なかなかいい線ついてたぜ。その腹立つ上から目線モルガナだわ。今確信したわ。まだ疑ってたのかよ。バカ、声がでけえよ。この忙しいのに猫探しかよ。今この辺で鳴き声しましたよね。隙間とかもよく探せよ。鳴き声？まさか俺ら以外には言葉に聞こえてねえのか。そうらしいぜ。どうなってやがんだ。てかさっきの話本当だろうな。バカのくせに疑り深いやつだな。聞かせてもらうぜ。つってもここはまずいよな。とりあえずカバンに入れとけ。小さいし入るんじゃね。おいてめ、その扱い。手荒に扱うんじゃねえって。いいから。鴨志田をなんとかできる方法お前知ってるっつったよな。さっきそいつも言ってたことだ。城の方から攻めるんだよ。どういうことだ。あの城は鴨志田が見てるこの学校だ。城の出来事に本人は気がついてないが、心の奥ではつながってるのさ。だからもしも城が消えちまえば、当然本人にも影響が出ることになる。どうなるんだ。あの城、つまりパレスは歪んだ欲望そのものだ。そいつが消えるってことは、その通り。お前やはり筋がいいな。マジか。いいやつになっちゃうってのか。けどそれ追い詰めることになんのか。パレスを消すってのは要は改心させるってことだけど、歪んだ欲望が消えたからって犯した罪はなくならない。それに耐えられなくなって鴨志田は自分から罪を告白しちまうはずだ。マジか。そんなことできんのかよ。しかもパレスが消える以上、そこで我が輩たちのしたことも忘れちまう。足もつかず鴨志田を自滅させられる。すげえよ。すげえ猫だお前。猫じゃねえけどな。でどうやったら消せんだよ。パレスのお宝を盗む。盗む？この先はやると決まってからだ。何しろとっておきの秘策だからな。こっちの手伝いもするなら教えてやる。どうする。証人探しも積んでる感じだし、言う通りにするしかなくね。よし。あ、そうだ、これ言っとかないとな。パレスを消せば歪んだ欲望は間違いなく消えるだろう。けど欲望そのものは生きる上で必要なもんだ。寝たい、食べたい、恋したいとかな。何が言いてんだ。もしも
歪んだ欲だけじゃなく欲望全部が消えたら、そりゃ廃人と一緒だ。保護でもされなきゃ死んじまうこともありうる。だから死んじまうだと？話を最後まで聞けよ。それ俺たちの仕業になるのか？それくらいの覚悟できてんだろ。お前どう思うよ。当たり前だろ。なんだよ、ここに来てめんどくせえな。別にバレっこねえって。そういう問題じゃねえんだよ。バレなきゃ何してもいいってんじゃん。鴨志田のクソがやってることと同じだろ。他に鴨志田をやる方法はないんじゃねえか。また来るぜ。それまでに決めといてくれ。ぬか喜びかよ。くそ、別の方法ねえか考えてみるわ。今日は解散すっか。悪くない？ごめんなさい。聞いてたってどこまで？しほ、別に何でもないから。心配されなきゃいけないの？何よ、もう意味わかんない。話すことなんかないんだけど、ちょっと揉めてるだけだし。噂くらい知ってるよね、鴨志田先生とのこと。私とできてるってみんな言ってるけど、あんなやつとそんなわけ、うん、鴨志田から電話かかってきたの。番号教えろって言われても
ごまかしてきたのに。これから鴨志田の部屋に来いってさ。つまりそういうこと。断ったら私の友達志保をレギュラーから外すって、志保のためだって言い聞かせてきたけど、これ以上はもう無理。あんな奴の言いなりとかもう無理だよ。けど大事な友達なの。だって私には志保だけしかいないから。私どうしたらいい。ごめん、わかんないよね、こんな話。何言ってんだろう。ほとんど話したことないのに。え？変な人だね。みんな私なんて仕方なのに。あんたって本当に悪いやつ？噂の通りとは思えないんだけど。それなんとなく思ってたんだ。噂大げさすぎるって。どことなく寂しそうっていうか、居場所がない感じっていうの。私と同じだったからこんなこと話しちゃったのかも。私じゃ志保の力になれないのかな。あいつの気が変わってくんないかな。私の記憶とか、あと気持ちとか、そういう、そんな都合のいいこと起こるわけないよね。ジレスやめてよ。でもちょっとすっきりした。帰るね。今の話誰にも言わないでよ。鴨志田を説得する方法考えてみるから。じゃあありがとね。鈴井、帰るの？何？鴨志田先生が呼んでる。体育教官室だって。先生、なんて？知らない、伝えたから。Mm-hmm.